ただいま。うん。おいおいおい、まだ起きてたのか。いつも早く寝ろって言ってるじゃないか。はい。うん。父さんに会いたかったって。ああ、父さんは嬉しいよ。疲れたな。ああ、お父さんも今日はお仕事頑張ってきたぞ。マッサージ券。おい、そんなの作ってくれたのか。俺はなんて優しい娘を持ったんだ。嬉しいな。それじゃマッサージ券早速使わせてもらおうかな。よし、うつ伏せになればいいか。よし、頼む。お、重くなったね。すごく肩が凝ってる。ああ、そうか。ああ、そう、頼むだ。意外と力が強いな。ああ、そうだ。いいな、気持ちいいぞ。そうだな。やっぱりすごいな、パワーが。まあ柔道やってるからそりゃそうか。柔道の方はどうだ。そうか。首相か、すごいじゃないか。父さんは誇らしいよ。そうだ、そこだな。おい、そこは本当に、そうだ、腰がな、デスクワークだから、腰が凝って凝って仕方がないんだよ、そう、デスクワークだからな。そう、デスクワークだからな、デスクワーク。よし、これで父さん明日も頑張れる。さあ今日は寝なさい。え、あ、なんだ、ご飯作ってくれてたのか。本当に大人になったな、お前も。ありがとう、レンジでチンしていただくよ。よし、今日は寝なさい。おやすみ。おやすみ。ロールキャベツか。塩が足りないかな。まあいいか。健康にはこのぐらいがちょうどいい。おやすみ。Good night in the silence.
はいはい。